地営での共同開発プロジェクトは F3 戦闘機だけではありません。今回は、地営で F35 戦闘機用空対空ミサイル開発を詳しく見ていきますね。ミサイルも共同開発していたんですね。最近、アメリカを除く勘違いなみないですが、アメリカも自国以外で優秀な兵器を開発してくれた方が、好都合なんですよね。後で自国へ応用できるからね。2022年は日本にとってことに防衛政策がこれまでにない変革を見せた年となり、北朝鮮、ロシア、中国という仮想敵国と海を隔てて対峙する安全保障環境の悪化に伴い、安保関連3文書の内容も大きく変化した。それらの今後の日本の防衛政策の指針となる文書内容の変更では、来年2023年度からの5年間の総額でおよそ43兆円に達する防衛予算が打ち出され、従来の約 1.6 倍、対 GDP 比で 2% という強化が見えてきている。政治的な観点からは、そうした防衛予算の増額の使途で、大きな比重を占めているのは、反撃能力の獲得を目指してのスタンドオフミサイル類の開発と調達が挙げられ、多くのマスメディアでも取り上げられている。現在の岸田政権が発表した、これらの防衛費の増額、及び調達する兵器類に関しては、無論、強硬に、こうした動きについて異論を唱え、旧態依然とした太平洋戦争後の日本の防衛の在り方を損なうなと批判する声も聞こえる。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の世紀を目の当たりにしている今の2022年末においては、その財源のための増税案には反対の意見もありつつ、総じて防衛費の増額はやむを得ないと考える有権者の方が確実に多いだろう。そうした中で、航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する機体の開発について、これまでのアメリカとの共同開発路線を捨てて、イギリス・イタリアとの3カ国による戦闘機開発が正式に発表されたことも、大きなニュースとなった。この航空自衛隊の次期戦闘機開発のイギリスらとの計画の推進には、大げさな形容では、かつての日英同盟の現代版だとまで持ち上げる意見も漏れ聞こえてくるが、二度目童貞は平坦ではないと覚悟しておく必要もあろう。ここで日本とイギリスとが戦闘機の共同開発に踏み切ったことは、これまでのアメリカ一辺倒な兵器システムの構築からすれば確かに新たな取り組みではあるが、そこに至る過程は他の兵器の共同開発から端を発したとも言える。ちょうど2022年12月23日には、来年度2023年度の防衛予算の中に、最新鋭戦闘機の F-35 ライトニング2に搭載するための兵装である、新型空対空ミサイルの研究費3億円が認められ、これは日本とイギリスとで共同開発を行っているものである。この新型空対空ミサイルは、ツナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルと呼ばれているもので、日本、イギリスともに F-35 ライトニング2を保有、運用しているが、その機体用に共同開発を進めている状況だ。近年、このように、日本とイギリスとが、兵器の共同開発に着手した流れは、遡れば、2013年6月に行われた日英首脳会談からであり、翌7月に、日本は、アメリカ以外の国として、初めて、イギリスとの間で、防衛装備品の技術移転協定を取り交わした。ここで、日本とイギリスとが行った、初の防衛装備品の共同開発とは、直接的な兵器ではなく化学防護衣だったが、翌2014年5月に行われたに、地英首脳会談によって、今後の防衛装備品の共同開発のプロジェクトの推進が確認された。そして、
この関係は、同年同月に並行して行われた、日本とイギリスの相互の防衛大臣の会談において、一層の積極強化を図るため、事務レベルでの対話の枠組みを設置することを合意し、新たな協力関係の構築が進められた。その後翌年の2015年7月には、日本とイギリスの外務、及び防衛閣僚の会合が行われ、両国が、その防衛装備並びに、技術の協力に関して、さらに協力関係を強化していく方向性が確認され、今に続く両国の関係の確立が明確になった。そこで出された日本とイギリスとの共同声明では、防衛装備移転協定に基づいて、すでに着手されていた科学、生物防護技術に加えて、新型の空対空ミサイルをめぐる検討と共同研究について、それらの開始の歓迎が伝えられた。ここで打ち出された新型空対空ミサイルこそがズナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルであり、それを日本とイギリスとが共同で研究することが、このタイミングで公にされたと言えるだろう。ズナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルを日英が共同開発する目的としては、それを搭載する戦闘機が、将来的な目視外戦闘において、敵に対しての優位性を保つことが、最大のポイントであると定義された。その上で、具体的には、両国が保有する F-35 ライトニング2を対象機として、同機にそれを実装する際に求められる、環境的な条件及び、物理的なサイズ等の制約を鑑みつつ、ウェポンベイ内に収容可能な空対空ミサイルの開発が想定された。ズナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルは、合わせて高速度と長射程化を実現することを図り、これを搭載する予定の F-35 ライトニング2が、将来的に遭遇する敵に対し、小型かつ高性能なシーカー技術で対抗することが打ち出された。これらを実現して、ズナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルを完成させるため、すでに、他の兵器で実用化されている技術を、日本とイギリスとが持ち寄って、研究と検証を行うことが、双方で合意されているのだ。ここで言う既存の兵器とは、具体的には、日本の場合は、99式空対空誘導弾、改め、AAM-4B、を指しており、航空自衛隊が調達している同ミサイルには、アクティブフェーズドアレイ方式の三菱電機製のシーカーが搭載されている。一方のイギリスにおいては、既存の兵器とは、MBDA 社が開発中のアクティブレーダーホーミング方式の長距離空対空ミサイルミーティアを指しており、これは、ユーロファイタータイフーン等の戦闘機に搭載する予定のものである。長距離空対空ミサイルのミーティアは、西側諸国では、初となるダクテッドロケットを推進方式に採用しており、これにより、およそ 100km 以上とされる長射程を実現。電子戦にも耐性が強く、複数目標への攻撃も可能とされている。このミーティアを F-35 ライトニング2に搭載するために、改良を施したミサイルがズナム。ジョイントニューエアートゥエアーミサイルだと言えるが、そこには、日本の三菱電機が培った、シーカー技術が活用されることとなっている。ちなみに、三菱電機が提供するシーカー技術は、このズナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルにおいては、アンテナの素子に、新たに、ガリウムナイトライドを用いる形の新型に更新されている。すでに、ズナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルの2、地英での共同開発は、2018年より、最終段階の第3フェーズに差し掛かっており、大元のスケジュールによれば、来年2023年を目途に完了する予定である。今のズナム、
ジョイントニューエアートゥエアーミサイルの共同開発においては、これまでの研究を通じて持ち寄った技術をもとに、ミサイルの試作品を製造し、日本とイギリスとで共同のミーテスト等を行うことになる。これらが計画通りに完了すれば、今や西側諸国のデファクトスタンダードにもなりそうな勢いの F-35 ライトニング2に対して、その標準の空対空兵装の座を勝ち得ることも視野に入ってきるものと考えてよいだろう。日本にとっては、自国で運用する F-35 ライトニング2の兵装として、ツナム、ジョイントニューエアートゥエアーミサイルが有効になることはもちろん、同機を運用する世界17カ国への兵器輸出の足がかりとなる可能性もある。